いやー、もうあと、もう何日や。もう指で数えれるぐらいになりましたね。どうも、レイギャルンです。アクアサードラブライブ、ワンダフルストーリーズ。迫ってまいりました。改めまして、私、埼玉公演ね、両日、ちゃんと、お休みが取れた。ことを、改めてご報告させていただきます。1日目2日目現地でね、参戦する予定なので、それにおいてね、何かと言いますか、いくつかちょっと皆様に、ちょっと伝えとかなあかんことというか、ちょっとお願い事みたいなのがちょっとありますので、今回はそちらについてちょっと動画で説明したいと思います。まずですね、このサードライブに向けてなんですけど、結構数々の皆様から割とリクエストいただいてた動画っていうのがあって、それがサードまでに、コール&レスポンスの動画をちょっと上げてくれないでしょうかって、ちょっとコールがわからないから、ちょっとぜひぜひ上げてほしいということで、結構リクエストが多かったです。で、多かったんですけど、今回もそうなんやけど、こうサードの瀬取りというか、割とこう採用曲、一応多分2期メインで進んでいくと思うんですけど、あんまりがっつり打てる曲っていうのが、なんかないような気がする感じはあるんですよ。オープニングとかはもうファンミとかでね、もうやってる通りだと思うんですけど、マイマイトナイトしかもうね、何も別に、普通に聞くだけかなと。で、ミラクルウェーブ、あれに関しては、できるかな、ハイの部分のハイを多分合わせる感じにはなるかなと思います。で、メザパーもね、アワイ君ザパーも、サビの世界はきっと、ハイハイハイのハイハイハイをみんなでやるみたいな感じ。かな。それ以外は別にね、あんまないような気はします。ウォーターブルーニューワールドに関してはもうな、ちょっとな、個人的にちょっと、静かに聞きたい感はある、ほんまに。ただもしかしたら前奏のところで結構ぶち上がると思うんで、裏打ちはいはいはあるかもしれないんですけど、僕は少なくとも多分もう涙で顔ぐっちゃぐちゃになって、もうずっとこれやってるから、多分もうね、もう裏打ちどころの話じゃないと思うんですよ。もうこれですわ。はい。でも、ワンダフルストーリーズに関してはもう、死亡案件ですよね。タイトルになってるぐらいだから。でも、あの曲一番やばいでしょ。かかったら。もう無理ですよ。もう心臓発作、ほんまに。もう、だから、もう、なんやろうな、今回がっつりぶち上がるっていうのが、まあ、もちろんね、好きな曲というか、いっぱいあるんですよ、僕的に。ミラクルウェーブとかめっちゃ好きやし。ただ、がっつりコール入れるっていうのは、ないような気がするかなって感じのことだけ伝えておきます。言うてね、流れなんで、コール&レスポンスなんて。周りに合わせたらいい感じだとは思うんで、とりあえずライブって言ったらね、もう以前いろんな動画で僕言ってきてるんですけど、ライブっていうのはもう、やっぱり、みんなが一丸となって、楽しむ。楽しむことがやっぱり大事。多分自分らが楽しんだらキャストさんも絶対楽しいと思うねんけど、最近ちょっと話題になってる、いろいろね、あるじゃないですか、そういうそれはどうなんかなっていうコールとか。だから結局、自分だけが楽しむのがライブじゃないよっていうことだけをちょっとまた改めてちょっと伝えさせていただこうかなと思いまして、とりあえずね、もう楽しむことが大前提なんで、はい、それだけはちょっとね、みんなね、肝に銘じるというか、それの心だけ持ってライブに、またライブビューイングに挑んでもらえたら、僕は嬉しいかなって。多分絶対キャストが、喜んでくれると思うんで、その方がね。はい、そんなことを言いつつ、で、ちょっとね、動画としてはちょっと上げれないということだけ、難しい部分はあるんですけどね、いろいろね。はい、そこら辺は、ちょっとノリというか、周りの流れでということで、はい、僕からは、伝えれることはそれで、ということになります。埼玉とりあえず埼玉な。1日目、2日目。行きます。多分、1日目の、朝に新幹線で奈良出て、で、大体お昼頃に向こう着く予定ではいてるんですよ。
だから、ね、1日目ね、メットライフドームに着ける時間っていうのがちょっとね、曖昧なんですけど、まあ、2時ぐらいには着きたいかな感はありますね。はい。一応、ちょっとでもね、やっぱりまあ、現地、まあ、埼玉まで出るんで、まあ、その、もう、向こうのね、関東の方の、まあ、視聴者様とも、まあ、ちょっとこう、お話とかできたらなって思うんで、もう、やっぱり、ちょっとは、極力早くは、やっぱ行きたいとは思います。で、ただ、まあ、ね、あくまで、まあ、今回はまあ、感謝祭みたいな、まあ、ちょっとイベントごとじゃなくて、まあ、ライブがメインなんで、うん、だから本当にお声掛けいただいたらね、お話もできますし、まあちょっとしたまあツーショットとか写真とかも、まあある程度の対応はさせていただくんですけども、もうがっつり、なんというか、なんかどっかでなんかやったりとかいうのはもう全然やらない感じではいると思います。もしかしたら、ツイッター上で今ここら辺にいますよ、みたいなことをつぶやくかもしれないですけど、がっつりとしたことは、ちょっとね、やっぱりライブがメインなんで、それは。うん、ちょっとあれかなっていう感じ。だからまあカメラは多分回してるかもしれないんですけど、ちょっとがっつりはって感じですね、今回は。はい、まあとりあえず2日あるので。で、一応、提供品に関しては、まあ感謝サイトでも、まあいい、たくさんの方々からいただいたんですけど、ちょっとね、今回は、もう、ちょっと、あれかな、いただかない方がいいかな。ちょっとやっぱりね、遠方とか遠征なんで、ちょっとまあね、もう本当にお気持ちだけで嬉しいんで、まあ手紙ぐらいやったら全然ね、大丈夫、手紙ぐらいやったら大丈夫なんですけど、ちょっと物になってくると、なんかちょっとやっぱりもうちょっとね、難しいかなって感じですね、今回は。うん。で、今回まあ一応まあ僕の感謝祭で行った輪ゴムにストラップをつけるっていうの、うん、で、まあ、レギュライバーっていうことが示されるっていう、そういうやつ、はい、そういうやつを、まあ、ちゃんとしたものをちょっと作る予定ではいるんですけど、ちょっと割と時間的に追いついてなくって、とりあえず埼玉公演、あれかな、ちょっと、なんか、配れたらいいかな、感はあったんやけど、まあ、とりあえずは、輪ゴムストラップっていうのを、まあ、全然今回に関してはもう強制とか全然なくて、もう全然やってもやらなくてももう自由な感じ。ただやってたらね、感謝祭の流れ的にちょっと気づいてもらえる確率が、まあちょっと輪が広がる確率がと思うんで、まあやっていただけたら、まあ少なくとも僕はちょっと気づけるかなってことなんで、まあ輪ゴムストラップ方式、ちょっとダサいけど申し訳ないです、ダサいんやけど、まあ輪ゴムじゃなくてもいいからね、もうとりあえずなんかこう腕にストラップついてるってなかなかないよ。もしかしたらまあリスト番号でなんかちょっとうまいことこう つけてもらってもね大丈夫ですしね、うん、まあ、こういうねライブグッズとかに、うん、まあなんかそういうのもね、ちょっとやっていって、なんか割とまあ関わりね、たくさんの方と持てたらな、まあなんかそういうのもいいかなって思います。で、今回一応僕から何かしら渡せるものがあるかもしれません。うん、まだちょっと断定はできません。うん、もしかしたら何か皆様に今回ちょっとこう、まあなんかね、直接宴会いただいた人に何か配れるかもしれないので、それに関してはまあツイッターなり次の動画なりのちょっとまあ続報を待っていただけたらちょっと幸いでございます。ちょっと何か配れたいなっていうのはあるんで、うん、やっぱりね、ちょっとやっぱりいつもね、皆様に、まあ見ていただいて、ね、僕が何ができるかっていうのを、まあいろいろ考えた結果、ね、なんだかちょっとでもね、何かできたらいいなとは、ちょっと常々思ってますんで、はい、まあ何かできたら、はい、いいなと思っております。てか同じことばっかり言うてるんですけど、はい、というわけで、まあそんな感じですね。まあ極力お声掛けに関してもできるだけの対応はさせていただく予定はしてるんですけども、どうしてもね、こう撮影してる途中とか他の方と話してる途中にこうね、ぐいぐいちょっとまあ話に来られるとちょっと対応しづらい場合とか、ちょっと割とね、僕多分まあ一応ライブやからね、バタバタすると思うんですよ。やっぱりメットライフドームね、結構ぎゅうぎゅうになるんで。なのでちょっとね、もしかしたらちょっとこう、そっけない対応になってしまう場合もあるかもしれません。ちょっと時と場合によって。それに関しては本当に申し訳ないです。で、多分、毎回ね、言うの忘れるんですけど、多分当日僕からツイッターで、その場所のね、提示はできると思うんですけども、多分、ダイレクトメッセージについては、もうね、
溜まってしまう一方なんで、多分もうほぼほぼ固まります。DM の方は多分返せないと思います。はい、それだけちょっとね、今回は伝えておきたいと思います。リプライとかもうちょっと難しいかなって感じで、とりあえずこちらからのツイートをまあなんというか確認していただけたら、ちょっとまあ円滑の確率は上がるんじゃないかなって感じで、はい。ただね、何回も言います、メインはライブです。まあ僕もね、もうね、まあチケットが当たってまあね、2日ともね、埼玉公演を、まあ、楽しむ機会ができたので、まあ僕もほんまに全力でね、楽しんで全力でアクアをちょっと応援したいと思っておりますので、まあ皆さんもね、みんな一丸となって応援できたらやっぱり嬉しいかなって思います。もちろんライブビューイングの方もそう、もう地元で盛り上げていただけたら嬉しいです。で、現地の方はもうね、一緒にみんなで高まって全力で、まあアクアの、まあ、奇跡というかサードライブですからね、頑張り、あともうなんていうか、その一くくりのねライブ、まあ埼玉一発目なんですけど、はい、もう、まあ、ツアーの一発目ということでみんなで楽しみたいと思うので、もしね、まあ演歌できる方はもちろんのこと、もう一緒にライブ楽しめる方は一緒に楽しみたいと思います。というわけで、今回の動画はね、ちょっとまあ話すだけになってしまったんですが、こちらまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤロンでした。待ってろよ埼玉。